第2節国立がんセンター物語柳田国吉氏の「がん回廊の朝」より一部引用東京築地の国立がんセンターは日本におけるがん治療の中心となる病院として昭和37年に開設されました古い国立病院形式を脱し学罰派閥を超越し年齢系列を問わないで 有能な人材を集めるという基本理念の下で設立されました初代総長はタミヤ・タでどういうわけか癌とは直接関係のないつつが虫病と細菌学の世界的権威でした一方初代病院長の久留勝は外科医で消化器癌手術の権威でした久留は若い頃から積極的に 胃がんなどの消化器がん手術に挑戦ししていました。ある時普通の外科医なら切除できないような困難な進行胃がん症例を完全に切除したという報告を学会で発表しましたこの時ある長老閣の教授ががんを切除しただけで患者を救えると思うのは間違いではないかと発言したのです案に そんな手術は意味がないのではないかと諭したのです。これに対し、クルは、癌が全身的疾患であることはよく知っています。しかし、今、外科医として、これ以上何をしろと言われるのでしょうかと、気迫を込めて反論したのです。当時は、若い医者が、教授格の医師に反論することは、かなり勇気のいる時代でした。このような、 外科医としての積極的な姿勢が評価されてクルは国立がんセンターの初代病院長に就任したのですクルのようながんに対しては積極的に切って切って切りまくるという治療方針が絶対に正しいと信じて疑わない外科医が日本のがん治療の中心である国立がんセンターの初代病院長に就任したということは良くも悪くも その後の日本のがん治療の基本的方向を決定つけたのです。現在も外科関係の学会では簡単には切除できないような進行がんに積極的に挑戦して切除したという発表は評価されますが、がんを切除しても結果は良くなかったというような消極的内容の発表は歓迎されない傾向があります。皮肉なことに初代総長の民谷は、 国立がんセンターが開設してから間もなく進行した胃がんと診断され、クルの執刀で手術を受けました。手術自体は成功しましたが、タミヤは翌年に胃がんの再発で亡くなりました。これ以来、がんセンターの総長は代々がんで死ぬと言われるようになりました。実際には、全員ががんで亡くなっているわけではありませんが、初代総長のタミヤエゴも、 第2代総長の比企能たちが、喉頭眼、第4代目総長の塚本健はじめが、胃眼、第6代目総長の石川七郎が、肝眼でそれぞれ亡くなっています。これ以降の眼研究や眼治療の展開は、発眼という現象をもう一度深く掘り下げて研究するとか、 手術以外の新しいがんの治療法を模索するといった地味な方向への努力はあまり注目されず、できるだけ小さい早期がんの段階でがんを発見し、できるだけ広い範囲を切り取るという方針が、がん治療の最良の方法であるという既成概念を作り上げる方向へ動いていったのです。日本人に多い胃がんの早期発見を可能にして、早期胃がんという疾患概念を確立し、 早期胃がんは90%以上治るという一見驚異的とも思える業績を確立したことは現代日本の医学の金字塔と言われていますこの業績に深く貢献したのは内科の白壁飛行と外科の村上忠重の2人の医師でした白壁は千葉大学出身で順天堂大学教授となり村上は東京大学出身で 昭和大学、順天堂大学、東京医科歯科大学の教授を歴任しました。縁の深いことに、私が順天堂大学の医学生であった頃、二人とも順天堂大学医学部の教授の地位にあり、私はその講義を聞くことができました。二人とも強烈な個性の持ち主で、強く印象に残っています。内科の白壁は 胃のレンントゲン診断のの分野で、胃二重造影法という新しい造影による診断法を開発しましたそれまでのレントゲン造影検査ではかなり大きい進行した胃がんしか発見できなかったのに白壁の開発した胃の二重造影法でより微細な胃の病変の診断が可能になりました白壁が初めて診断した早期胃がんの手術の時執刀した外科医は指で 全く病変が沢ともできないため嫉妬をためらったという逸話が残っているほどです外科医であった村上は自分が切除した標本を中心に500例以上の早期胃がんの病理学的研究を行い早期胃がんの病理学を確立する中心的役割を果たしましたジアタカも白壁の二重造影法により胃の微細病変が続々と診断され 微細病変の中にかなりの確率でがんが発見されるようになりました村上はこの機会を逃さず微細な胃がんの顕微鏡標本を調べ尽くし早期胃がんの病態を明らかにしたのです村上らは早期胃がんをがん病層が胃の粘膜内か粘膜の少し下の組織まで及んでいて胃の筋層までには及んでいない病変で リンパ腫転移の有無は問わないと定義しましたこの早期胃がんの定義は現在でも変わらず使用されていますしかし村上が提唱した早期胃がんという疾患概念は初めからすんなりと医学界に受け入れられたわけではなく多くの反論にさらされました特に粘膜内の微細ながんと村上が診断した病巣の多くは 当時の日本の病理学の専門医ですらがんではない診断した人もあったいです外国の学者からは村上らが指摘した病変は氷剤胃がんと呼ぶべきで早期胃がんとは言えないと反論されましたその反論は早期胃がんという以上放置すれば進行胃がんとなるということを証明するべきであるがその確証がないという点に向けられましたこれに対し 村上は我々の用語は研究の途中に生まれてきた一種のあだ名のようなもので我々が決めた定義のようなものであると解釈してくださいと皮肉たっぷりの返事をしたのです外国の学者からの反論は村上らが定義した早期胃がんは放置すると本当に進行胃がんになるという証明はあるのかという点を指摘しています 進行胃がんにならないとすれば手術する意味はないからですこれに対する村上の返事は回答になっていないと言えます言葉にはしていませんがそんなことは当たり前ではないかそんなことはわざわざ証明するまでもないよと言っているのと同じです小さいがんにはがん細胞と病理学上は診断できる細胞群が存在していても 大きくならない潜在癌というタイプも存在することは前述した通りです外国の学者たちからの反論は日本で早期胃であると名付けられている病変は実は胃の潜在癌ではないのかという村上の主張の遺体点をついたかなり的を得た指摘でした潜在癌であるとすれば 大きくなって生命を脅かす臨床がんである進行胃がんになる確率は極めて低くなります。村上は結局これらの反論を黙殺してしまったのです。現在でも大腸の粘膜内の早期がん病変は大腸がんと確定診断されていても一部のがん保険では保険金がもらえません。本当にがんであるのかどうか実は 曖昧でで怪しい点があるからです当時の日本の医師たちは早期胃がんは進行胃がんになるに決まっていると信じ白壁らを中心とした内科医は早期胃がんの診断に地道を上げ来るや村上らの外科医は診断された早期胃がんを切除しまくったのですこの数勢は基本的には今も変わらず続いていますこのような数勢に対し 疑問を持ったた。学者もいました吉田富蔵はラットの発がん実験や吉田肉種の作成など輝かしい業績を挙げた日本を代表するがんの基礎医学者です吉田はクルと同じ東大出身で1年後輩でした2人の間には分野は違っても強烈なライバル意識があったようです吉田はある時次のように言ったそうです クルさんは早期胃がんをどんどん切ってしまうが僕は少し疑問を持っているごく初期のがんがどのくらい立てば大きくなるのかは医学的に分かっていないもともと胃というものはそれが必要だからあるんで切るべきかどうかは患者にとって今胃を切ることがどんな意味を持つのかそのあたりをもう少し考えて決めるべきではないかと思うんだしかし このような反論はあくまで少数意見に留まり大勢は早期胃がんは必ず進行胃がんになるのであるから胃がんの治療成績を向上させるためには早期胃がんのうちに診断して十分広く胃を切除するのが最良の方法であるしたがって早期診断と早期手術ががん撲滅の決め手であると考えるようになり この考え方が定定説として定着してて着いったののですこの経過をよく振り返ってみれば早期胃がんが進行胃がんになるかどうかは厳密に科学的に証明されているとは言えないことがわかりますあくまでク留や村上や白壁など当時の臨床家たちが独断でそうであると考えていたにすぎません実際は反対意見も多かったのですもちろん 個々の症例報告のレベルでは早期胃がんをある程度の期間経過観察していたら進行胃がんになったという症例は存在しますし逆に早期胃がんを経過観察していたが何年間も同じ形であったとの報告もあります。